暇すぎて寝る以外何してるんや。東京来ても何もしないぞ。パチ。パチや異様に人並んどるよな。娯楽なさすぎやろ。そう思うけど渋谷のパチにも並んでたりするからな。おのぼりさんやな。ワイにはわかる。東京でも多摩の方やと山手線出るの面倒で出かけんぞ。なんでわざわざ山手線、立川や吉祥寺でええやん。その思考はもう田舎民と変わらん。全然違うけど。でも一致も朝から全国どこでもできる何時ばっかやってるじゃん。歩くペンギンのやつで金稼いどるで。家庭菜園と DIY と釣りで丸沼で遊べるやん。これは岩登山。農家やん。草。まあ選択肢あるに越したことないけど、Y が東京都心住んでもそんなに派手な生活しなさそう。学生やと田舎はコミュニティの質も量も粗末すぎて就活で不利になってな。バイトやってチェーン店ばっかやから学地化にならんし。今はネットあるからなんとかなるだろ。実際毎日どんな娯楽に興じてるの？そこは全世界共通でスマホいじり。田舎は娯楽より就職がきつすぎる。これ、特に地方の学生とか半分積んでるやろ。公務員とかあるしよくね。逆に言うと公務員くらいしかない。ガチ限界集落や離島ならともかく、イオンがあるくらいの田舎なら特殊な趣味でもない限り東京と変わらなそう。親の実家に行くけど娯楽イオンしかないで。街中は寂れててイオンだけ激混み。これでいいんか地方民。東京の娯楽ってマジでよくわからん。そんなに大したもんある？遠くないところ住んでるけどめったに遊びになんか行かんぞ。イベントとかコンサートかな。美術館とかもいい展示あるし。コンサートやったらその時に田舎から東京行けばいいだけやからな。東京におったら毎月コンサート行くわけでもないし。コンサート1回のために交通費と宿泊費ならなんとか出せるやろけど、何度も足運びたいとかやとやっぱしんどいって感じみたいやぞ。東京の家賃考えたら交通費、宿泊費の方がマシやと思うんやけどな。むしろ東京でしかできない娯楽って何があるんや？道民やが東京に仕事以外で行くこと基本ないわ。野生の熊に襲われる心配なく外歩けるぞ。熊見たことねえよ。ちな帯広。田舎だろうが都会だろうが金がないと地獄。唯一田舎が羨ましいのは生活費が安く済むとこ。都内に住むより半分くらいで済むし。そんなことないやろ。東京ならチャリあれば大体のところ行けるけど田舎は車必須やん。毎日のように行くんやなければ田舎から車で行った方が楽やし安上がりちゃうか。金があや楽しいんやろうけどな。金がなきゃなんもできんてな。そこそこ稼げるかやりたい仕事あれば田舎とどまるやつ多いやろね。ないから仕方なく都会に出る。東京住んで1年やけど何にもすることない。趣味登山とかトレッキングやからほんまに辛い。その趣味でなんで東京に住もうと思ったんや。仕事の関係か。東京来て楽しいのって最初の半年くらいやろ。Y 的には逆に進学で兄に大都市圏来るなと言いたい。都会の雰囲気も混雑も知らんでぶっつけ本番で一人暮らし始めたら辛いで。挙句就職は割と地元帰っちゃうし。進学こそ大都市圏に行かな半分積むで。物理的な距離や選択肢もそうやが何より地方の学生はバイトもインターンもインカレサークルも少なすぎて就活めっちゃ振り足まともな大学も少ない。地元で就職するつもりないのになんで地方の大学行くんや？お前らネットさえあれば十分やん。てか大阪も名古屋福岡あたりもそうやが人が多すぎて基本住むところじゃない。どっか移住するとしたら雪の積もらない高松とかに住みたい。福岡はまあまあやろ。東京の次くらいの格はあるで。何があるとかないとかじゃなくて、やはり九州で一強なのはでかいわな。東京のいいところは食があるの一点やろ。それ以外はさまつ。ゴロゴロできればそれでいいわ。陽気じゃなきゃ田舎住まいはきついな。田舎って就職も農家工場土方の三択なんやろ。老人いっぱいやから介護が一番多い。地獄やんけ。東京は確かに何でもあるけど別にみんなが娯楽に溢れた華やかな暮らしをしてるわけでもない。まあそういう選択肢があるかないかは決定的に違うか。どこに住んだってどうせ YouTube 見てたまにコンビニ行くくらいしかしないくせに東京住む意味ある？そのコンビニ行くのに車で10分とかかかるのが田舎なんやぞ。娯楽ないって住んでる地域のせいにしてる奴らはどこ住んでも結局文句言うやろ。バイタリティある奴はどこ住んでてもそれなりの暇つぶし見つけるもんや。例えばラーメン一つ食うのも都会だといろんな店選択肢に入るが田舎は味選べん。金があれば選べる。なければ選べないというのは、東京でも田舎でも同じでは。都会と田舎の違いの話してると絶対こういうこと言われるけど、都会は2000円と2時間融通できれば遊べるけど田舎は1万円と半日ないと遊べないなんてこともあるから納得できんわ。可処分所得と自由な時間が全国最低なわけやろ。混雑具合はダントツやろうし東京の良いところって悪いところと料理や。あと都会には空き地がないやろ。子供たちは空き地でキャッチボールしたりめんこやったり相撲取ったりする。都会はできないよね。荒川の空き地で野球できるぞ。わかるわ。剣撃ごっこしてコブ作る経験が必要や。キューボ広島に住むメリット。転勤で広島の可能性あるんやけど猛烈に行きたくないんを。原爆ドームがある系の。めっちゃ住みたいんやが。瀬戸内って気候もええし弱点ないやろ。瀬戸内ってここ最近はそこそこの率でクソみてえな豪雨食らってないか。市街地中心部はノーダメって聞いたぞ。別に働いてたらそこまで娯楽なんか必要か。日常田舎で休日東京行けばいいだけだろ。平日に娯楽楽しむ余裕あるとか貴族じゃねえんだし。北関東でええやん。程よく田舎で程よく都会。東京も日帰りで行ける。この時期の40度の暑さがね。みんな車移動やしな。
言うて他の地域と2、3度しか変わらんやろ。北関東って意外と車社会なんか。ワイは近くにスーパーさえあればどこ住んでも変わらんわ。飲料関係なく外に出るのが好きなやつは東京とかの方がええやろうけど。東京に住むことで娯楽がメリットになる生き方してるやつは何時してないだろ。言うて陰キャ向けの娯楽がめっちゃ多いのも東京やで。むしろ陰キャチームこそ東京志向強いイメージやが、声優とかオタクイベントは東京なんやろ。平民以下はどこも一緒やろうけど地方の金持ちは劣等感ないんか。ある人はやっぱり夜で。転勤で大阪住んでるけどどこ行っても人多すぎて嫌になるわ。大阪程度でそうなってたら都内来たら泡吹いて失神するで。すまん名古屋福岡ですら人多くて嫌なんやがわい。東京の良さは各地へのアクセスの良さやと思う。よく名古屋の良いところとして京都大阪にも東京にも北陸長野にもすぐ行けるアクセスの良さが挙げられるが東京はそれの上位版と思う。名古屋のアクセス良い扱い笑うわ。日本全国東京よりアクセス良い場所ないし世界へ飛ぶのにも東京が一番なのにな。世界に飛ぶのなら苦笑いのアクセス気にするべきでは。やっぱり博多やね。日本の新首都や。せや、海外旅行好きなら東京の次は福岡。東京と横浜を別カウントするなら横浜やけど。地方は娯楽より食料の幅を広げてくれ。マジでやれること限られてて就職に困るわ。進学で一人暮らしして就職したけど結局地元の田舎に帰ってきたわ。収入も増えたし車があれば特に困らんから正解やったと思う。子育てする場合とか多少の田舎の方が楽だからな。あと休日にその辺でバーベキューとかしてても怒られないし、なんか農家の人に野菜とか果物もらえるし。田舎だと近所付き合いで嫁イライラやろ。いや別にみんな近所付き合いなんかしとらんよ。知り合った仲のいい人しかつるまないし田舎とか消防団とか自警団の手伝いせんと村八分になるんやろ。そういう場所が最近少なくなってきてるな。自治会人溝掃除してやみんな関わる暇ないし、今の田舎は主婦少ないからな。共働き多いから他人気にしてる暇なんかないわ。自治会費ってなんやねん。年貢納めてる農民かよ。自治会費は年数千円とかだよ。場所によっては町内会費か祭りとか自治会館の費用に充ててる。あとゴミステーションの修繕。税金払ってるのにそんなのさらに取られるのありえんやろ。絶対会長とか自分の趣味に使っとるわ。おめえら博物館、美術館に行かないの？最近、入場料が高くなりすぎてね。そうか、映画一回分くらいやん。ワイらみたいにお盆休みも引きこもってごちゃんやってるんなら都会も田舎も変わらんくね。田舎の人は東京は人が多すぎて嫌って言うけどワイから見たら人をまるっきり見かけない田舎道の方が怖いで。重要や、地方の県庁所在地ぐらいでいい。そもそも満員電車があかん。蹴ったはしんどいで東京。坂多いし。電動チャリええぞ。そこまでして東京住む理由がねえわ。すまんな。田舎ってアマゾンで買い物しても届くの2日くらいかかるんやろ。やってられんやろ。どこからを田舎と呼ぶかで話変わってくるよな。大阪はもちろん名古屋福岡をネタやなくがちで田舎呼ばわりするやつは論外で、ワイは各地の県庁所在地を田舎呼びはないと思ってる。ワイは帯広より上か下かやな。名古屋新茶やらへんは田舎だろ。都会には娯楽たくさんあるはずなのに、なんでお前らは何時やってんの。田舎は散歩楽しいで、人少なすぎて家の周り半径300メートルは自分のものやと錯覚してまう。結局都会の娯楽って何のことを言ってるんや。多分都会マンは居酒屋行ってカラオケ行くのが娯楽だと思ってるで。どこでもできるのにな。イベントやろな。それも年々減っとるわけやし、東京なんかいても本人が家から出なきゃ何も始まらないし、田舎だって同じだろ。人次第だよ。ネタにされてるけど田舎のが空気がうまいってのはガチやと思うわ。田舎だと車で移動するから居酒屋で飲むのもほとんどしなくなるんやぞ。ガチ田舎は知らんけど、松山クラスの地方都市だと大根多すぎて草生えたわ。秋葉原の近くに住んでると楽しいやろな。まったく、東京での生活なんて2ヶ月で飽きるわ。下水臭すぎて引っ越したくなるで。そんなもんか。地方は大通り沿いに飲食店いっぱいあんのがたまらん。しかもガラガラやしぼっちには天国みたい。飲食店すべてチェーン。それの何が悪いんかわからん。都内やと個人店しかないんか。釣りとかしたいから田舎のがええわ。釣りは好きなだけできるな。イオンモールで1日潰せるっていうのが嫌味ではなく普通に羨ましいわ。東京にあるイオンなんてほとんどが狭い建物にぐうぐうに詰めたただのスーパーやし、さっさと買い物済ませて帰る場所やあんなん。東京も場所によっては映画館とか入ってるバカでかいイオンあるやろ。ぼっちオタクこそ東京に住んだ方がいいよな。人間関係も田舎みたいにめんどくさくないし、アニメやゲームのイベントもいっぱいあるし。妄想でもないて。東京は韓国並みの競争社会やから、極一部の勝ち組以外にとっては過酷なだけやぞ。関東の地域性は好きあらばマウントやし、地方民は知っておいた方がええわ。なんかいろんな人が多くて視野が広い人が多いみたいに思ってるみたいやけど、視野狭めてマウント取り合ってる感じや。東京でしかできない娯楽ってなんや。美術館巡り。芸術鑑賞だけは東京ならではやな。田舎だと触れる機会が全くなかった。ぼっちでもオタクじゃない人間もおるやろ。そんな人は程よい地方都市の方がええで。今の秋葉原ってガチでもうオタクおらんからな。大ビルや UDX 勤めの一般人か謎の観光外国人しかおらん。今でも電子パーツとかは秋葉やろ。アニメやゲームなんてもうリアルの店舗じゃなくてええしな。西川電子部品がなくなったらワイはもう秋葉行かんと思うわ。嘘やろ、ネットでいろいろできるやん。
東京暮らしてた頃は秋葉によく出かけてた。結局何もせずに帰るんやけどな。行けるから行くだけよね。ゲマズ行ってヨドバシ行って何も買わず飯だけ食って帰るみたいな。出かけるだけでも気分転換になるしな。最近の秋葉飯がうまくていいわ。暗いって看板のステーキ屋と橋渡った先のインドカレー屋が好きや。10代の頃は東京に住んでた方が何もかもいいことずくめよな。田舎やと高校受験の時点でろくな選択しないっていう。田舎は東大行くなら中高一貫が基本やからな。高校からは手遅れや。東京は地味にサイクリングが楽しい。川の周りは綺麗に整備されてるし人も少ないからおすすめ。釣りなんか東京なら千葉、大阪なら和歌山の近く出れば都会にいながらできるのだが。すまん、友達も彼女もおらん引きこもり陰キャのお前らが東京に出て何するんや。アイドルの追っかけや。旅行好きは首都圏一択やろな。旗成田が遠いところ住んでる人は海外旅行行くときに空港まで、がすでに旅行みたいなもんやしな。関空も割とええけどやっぱり旗成田が強い。ワイは都会にいても引きこもりやと思うわ。まあ単純に糖質気味やし人混みが嫌いなのはあるが、田舎の奴らってなんで便所サンダルでパジャマみたいな格好で外で歩けるんや。こういう風景を見ると地元には帰りたくなくなる。東京にも山のようにおるやん。むしろ都会の方がおるやろ。それができるのがええやん。よほど金余ってない限り都内に住むメリットないと思うわ。家も建てれんやん。田舎でも親の土地でもないならなかなか厳しいぞ。車一人一台やから結婚したら最低二台は維持せないかん。ワイは実際結婚しとるけど別に余裕やで。家も月々6万払えばローンなんて返せるしな。賃貸で定年後もおるとか不安しかないし。田舎なら8畳以上でも家賃4万円台や。インドア派なら田舎住んで家を城にしようや。東京まで電車2時間の田舎やけど 1K でも家賃5万平気で超えるぞ。若い頃はええけどな。でも20代後半入るとゆっくりしたいが勝つわ。枯れるの早すぎんか。地方で年収600以上の仕事あるなら言ってるがな。連休にすれたテレス困るしかやることない。一致が娯楽語るんか草。台風それて晴れたから外でお散歩しながら何時しとるで。ここまでよく挙げられた東京でしかできないこと。イベント、コンサート、美術館。大したことなくて草。東京ドームで仕事帰りにビール飲みながら試合見れるぞ。バンテリンで同じことできるぞ。立地をマルチで草。バンドまでチャリで20分で行けるから問題ない。走っても35分やな。西武ドームよりはええか。言うほど東京でしかできない娯楽ってあるか。そんなもんないやろ。たまに満員電車乗りたくなる。確かにそうやわ。田舎で満員電車とかないし。何もない幸せっちゅうのもあるからな。本当にそれがいいなら田舎に住めばええ。東京の人はそんな楽しい毎日を送ってんの。東京はマウント文化が地域性みたいなもんやから、楽しいこと優越感を感じることや。よく言われるけど上京組や東京周囲の地域のが多いと思うで。逆に都民はアイデンティティもなければ覇気や競争心もないぬるま湯や。ワイみたいな無能は東京の方が合ってる。職種が多いから無能でもできる仕事に幅があるんや。これこれ、給料同じぐらいの仕事でも幅があるし職場ガチャ引き直せる。まず田舎は電車もバスも1時間に1本とかやろ。遠くに移動したら1日終わるやんけ。どこに住んでも遠くに移動するのに1日かかるのは珍しくないやろ。東京なら10分に1本は電車出てるし移動サクサクや。なんならガチで10分に1本しか出ない駅とかちょっとイラつくわ。できれば6分以上は待ちたくない。田舎者は東京でも生きられるが、東京者は東京以外では生きられないんや。ワイは東京無理で帰ってきた口や。江戸っ子はすごいで、あんなとこに住めるんだから。でも田舎の高校行ってたら青春できるよな。ワイは都会で勉強三昧やったけどほんま悲しかったわ。高校生こそ娯楽多い都会は楽しそうやん。いい歳していつまでも娯楽行ってたら痛いけど。ワイ千葉から岩手に来たけど何もなくて発狂しそうや。観光ランキング2位なんて嘘や、何もないで。言うて千葉も8割は山と海やんけ。そうやけどちょっと行けば千葉とか東京に色々あるやん。岩手は一番栄えてるところが盛岡やからね。上限がしょぼいんよ。盛岡行くなら少し足伸ばして仙台まで行った方がマシやな。なぜか東京に田舎が存在してることに触れない奴多いよな草。左側とかど田舎やんけ。その左側にも人口輸入してきてるけどな。卑怯なのは山の方だけや。ついでに離島もあるからな。娯楽が後か言うけどインドアのやつからしたら田舎も都会も何も変わらん。てかアウトドアなら田舎やしな。インドアだからこそコンビニ2分すら遠いし、ネットショッピングが翌日届くのに慣れすぎてるのもあるな。つか都内だからやる気なし式になるんやなこれ。八王子あたりと柏や大宮あたりやとどっちがええんや。やっぱ腐っても東京か。大宮の勝ちやな。西東京は東京とは違う。大宮、京浜東北線が強すぎる。八王子を東京と思ってるやつなんかほぼいない。車持ってて子供おるなら柏やない。流山と松戸にも近いし、レイクタウンとか数年後にできる砦の日本最大イオンもすぐ行けるし、渋滞えぐいけど、東京に住んでたら田舎の大自然見るだけで満たされるし、結局隣の芝生が青く見えてるだけなんだろうな。自然好きやないとあかんのはあるけど、好きな人にはたまらんやろ。車の運転とかも別次元で気持ちええしな。東京の娯楽って飯食うか店の中歩くか映画見るか、人混みに紛れ込んでちまちま歩く以外になんかあるんか。それくらいしか浮かばかないんなら東京向いてないと思うで。それ以外を挙げてくれねんす。東京神奈川は動物園水族館多くてええなぁとは思うわ。千葉もマザー牧場とか鴨川シーワールドあるんやぞ。象の国を救って。やたら愛護団体に叩かれててかわいそうやと思うわ。
国内繁殖させるとか割とすごいことしとるのに。趣味仲間を見つけようと思ったら都内は便利やな。ツイッターの界隈で九州の人らはポツンと寂しそうや。文通してるわけやないんやからさ。九州でも都市部ならなんとかなるやん。東京だって演劇だの展覧会だの巡るの意識高い系くらいで大抵の隠居は家でネット、外でスマホで田舎と何も変わらん生活やろ。ネットで地方民をバカにできるぞ。まあみんながそういうとこ行ってたら人工的にパンクするしな。東京で子供育てるのめっちゃ金かかりそう。車の維持費だけでも月3万はかかるやろ。一番かかるのは教育関係やな。中学受験が散ろうとしたら小4から毎月10万の課金が最低ラインという狂った世界。田舎も最近は私立志向が高まってきてる印象あるわ。それでも東京に比べたらマシなんやろうけど。ぶっちゃけ大阪で十分やわ。甲子園すぐ行けるから特に今の時期はそのありがたみがしみるわ。若い女の子は大阪じゃあかんのよ。大阪では港区女子になれんねん。わい男なんてどうでもええわ。でもエリートは東京に行くんよ。だって大阪の大企業がどんどん東京に本社移転していくんや。本部移転してじゃあ自分はその本部に席あるのかって話よなくさ。わいは田舎好きやで。将来住んでもええと思ってる。都会に住んで貧乏なのが一番しんどいよ。搾取されてるだけだもん。娯楽あっても遊ぶ金ないやんけ。言うてお前らも金持ちになったら若い女と遊ぶために東京に引っ越すと思うで。東京から女呼び寄せるわ。何時移民の言う仕事って綺麗なオフィスで PC カタカタやからな。田舎にそんなもんないけど大手グループ参加とかやと割とホワイト多いぞ。中小零細はガチで終わってるのは事実やが。田舎は作業着着てプレス機ガシャガシャなんやろな。そら無趣味、無才能のやつには地方はつまらないよくさ。消費したいだけなら東京が一番充実してる。一時より地方は折りすれ減ったよな。上京してテンション上がった大学生なんかが純粋に減ってるってのはあると思うけど。都会、地方都市、田舎、分けるならこの3つなのよ。2つじゃなくて、地方都市はそこまで不自由ない。田舎はマジできついくさ。俺はその3つなら田舎に住みたい。地元の人間すら来ない辺境の地に今日構えたいわ。どこから地方都市かって揉め始めるで。Y 的には人口10万超えてや生活に不便しないと思うけどそれじゃ少ないって人もいるやろ。東京に住んでることが誇らしいよね。全てはマウントだしな。マウントの充実感が最上のもの。誇らしいんじゃなくて東京じゃないと生活できない。地方は旅行する場所や不便すぎる。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。